合格をかけたこの一問、今回は憲法ですね、憲法改正についてお話ししたいと思います。で、憲法1回目なんですけども、なんでいきなり憲法改正の話をするんだって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、今まあ憲法改正自体もいろいろと国会の方で何か話題にもなっていますし、憲法改正自体が取り上げられる、あの本試験の問題として取り上げられる可能性ありますので、ちょっとここで憲法改正について勉強してみようかなと思います。じゃあ早速ですが問題ですね、過去問です。平成13年問題7、問題7、選択肢1です。で、憲法の改正は国会が発議するが、そのためには各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされる。で、丸か×かちょっとお考えください。わかりましたかね。で、今ここでちょっと丸×を言う前に、ポイントとなる点をちょっとお教えしたいなと思います。まず憲法の改正は国会が発議ですね、まあ、ここがあります。で、あとこういった数字出てくるとやっぱり注目した方がいいです。3分の2以上ですね、まあ、こんなところに着目してもらえればいいかなというのがあります。で、まあ、答え丸なんですけども、ちょっと条文確認してみましょう。憲法96条の前段です。この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。まあ、ここの問題文だけでは発議のことしか書いてないですけど、その後もありますよね。国民に提案してその承認を経なければなりませんよということです。まあ、これだけだとちょっとつまらないので、憲法改正の流れをご説明したいと思います。憲法改正までの流れと題してちょっと図が出てきます。まずはこれですね、国会議員の憲法改正原案の発議と、まあ、いきなりですね、憲法改正しようっていうまでの前にまずどんな憲法改正案にするのかということを、国会で審議しなきゃいけないですよね。で、ですから国会議員の憲法改正原案の発議をします。で、その次ですね、で、国会議員の憲法改正原案の発議がされた後、この丸2です。憲法審査会での審査というものがありますね。委員会です。国会の中にある委員会の1個にこの憲法審査会というものがあります。ここでまず審査します。で、この審査が OK ですよって可決されましたら、次に回されるのは今度本会議ですね。丸3、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で可決して憲法改正の発議をします。ここはもう憲法上の条文ですね。今までのは憲法上の条文ではないですけど、この赤字になっているところは憲法上のお話ですよということですね。次いきます。発議した後、今度国民に提案します。私たちですね、私たちがさあどうすると会議するんですよね。どんなことかと。で、発議した日から起算して60日から180日以内の期間を経て国民投票しますよということですね。で、この60日から180日以内の時に憲法改正に賛成か反対かということで、まあ、みんなで話し合うわけですよね。もちろん賛成の立場もいれば反対の立場もいると。で、じゃあどうするんだということをみんなで議論しちゃうわけです。で、ここでちょっとまあ注意が必要ということなんですが、まあ、あの通称国民投票法というまあ法律、まあ、ここの国民投票に関する法律ですね、まあ、そういったものがあるんですけども、教育者、例えば大学の先生なんかがですね、まあその立場を利用して投票運動してはいけない、まあ、反対にしろ賛成にしろですね、投票どっちにするっていう運動してはいけないっていうような規定があるんですけども、じゃあどうですかね。憲法23条に学問の自由ってありますよね。で、大学の先生には教授の自由というものがあると思うんですね。で、そうすると学生、まあ、例えば憲法の先生でいいですけども、憲法の先生がこの憲法の改正案はちょっと反対だ、いや賛成だということを言いたいと思うんですね。もちろんやっぱり研究者ですから、それはもう 一流の研究者として学生に対してもちょっと問うてみたい。で、学生に関しては大学生です。で、法学部生でも何でもいいんですけれども、反対する、まあ、それの先生の意見に対して反対する力を持ってますよね。それでも投票運動しちゃいけないのっていうことはやっぱり問題にはなるんですよね。むしろそういった先生が立場を明らかにすることによって、学生たちは活発に憲法の論議をするし、まあ特にですね、この国民投票18歳以上からできますから、ぜひまあその大学生なり、まあ他の 学生でもいいですよ、もちろんですけど、そういった議論していただいて、こういった国民投票にあたっての議論進めてほしいなと私は個人的には思うんですけどね。まあ、ただそういうふうに教育者の立場を利用して投票運動してはいけませんよというような規定にはなっています。で、まあ、じゃあ60日から180日以内の期間を経て国民投票しましょうと。で、したらどうなるのかということなんですけど、
こう括弧として有効投票総数のとなっています。これはまあ国民投票法の規定です。憲法の規定は下の赤のところですね。過半数の賛成により憲法改正の承認、これ96条の話なんですけども、ここの過半数については、まあこの有効投票総数となっているのは国民投票法の話です。実際まあ憲法上は何の過半数かというのは書いてないので、まあ、問題となるのは最低投票率、有権者の 50% 以上のなきゃそんなものを憲法改正として改正 の、まあ、その国民投票として認めてはいけないんじゃないのという意見もあるんですが、一応はもう有効投票総数、まあ、あの投票率が 20% であったとしてもその有効投票総数の過半数を取れれば、まあ、憲法改正の承認がなされますよということになります。まあ、以上が憲法改正までの流れですね。もちろんこの条文なども覚えておいてほしいんですけれども、まあこの流れ覚えておくとより一層覚えやすくなるかなと思いますので、ぜひまあこの点も学習してみていただけたらなと思います。じゃあ今回はこれまでにします。お疲れ様でした。